まあたまにな若いスタッフどうやってんだよ今週よって。ああ、うん、そうね。スタッフが泣いてる。迷惑はかけてるかもしれない。あっちない。名前は言ってないから俺。気になっちゃうんだもん。まあそうなんだけどさ、うん、まあいろ下から見たら怖いからね。本当に？みんなそうだよ。みんなそうよ。こんなんや。フラッと行ったらみんな怖いよ本当に。あ本当？俺もすごい言われる。本当。あんまり下の子に直接やめてください指示とか。マジで。だってね。存在がパワハラって言われる。しんどいわ。あれはね、どうにもなんないもんだって。でもその頃ちゃんと話してんだよ。いやだって真剣にゲームの話をするだけだろ。そう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 だよ。さっきあのちょっとモノマネしてくれたけど高橋さんね俺の、うん、なんで俺真剣に単なるゲームデザインの話をこうガチンコでデータの話とかしてるのに、うんうん、完全になんか俺は言ってる間は良かったんだけど、うん、こう言い終わって見た瞬間あれなんかすっごいいじめてるみたいな雰囲気になってる何これっていう本当に生まれたての小鹿みたいになってでも自分がディレクションしてるゲームなんだからなんかいいじゃんと思うんだけどいやそうなんだけどうんいやそんななんだろうないや一生懸命単に1開発者として、うん、相手も1開発者として話してるつもりなんだけど、うん、全然そう受け取られてないなっていう時です議論をしたいの議論をしたいのディレクターからの意見になっちゃうってことそうそういう時なんかみんなどうしてんだろうね仕事上なんか不思議なんだよないや結構みんな仕事してる人も当然たくさんいらっしゃると思うんですけどなんか上司からと議論になった時ってどうなんですか僕若い頃から全然平気だったんでいや来てくれた方が本当楽なんだけどなん言い方さっきジャラ外せよって言いました言い方説ちょっと有力ですか、ね、勝ち切るほうごますり自分の意見は言うまあそれはねそうですよねあでもなんかうちは会社組織的にパワーないんですけどね会社様にもそう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 俺もないでなあると思われてるだけでないありますよ話してる相手よりはありますよ、うん、ディレクターだから誰があるんだろう、ね、少なくともディレクターだから、うん、いやまあそうなの俺はないとか言うと余計プレッシャーになるんですやめた方がいいです誰が言われてる方あ俺と君は対等だよ多分対等に聞こえてる全然ダメそうそうそういや俺さすがにそんな言い方はしないよ嘘つけって思われるだけだよ相手からいや俺が言いたいのはみんなが思ってるほどないよってうんうんいや本当に、うん、だって喧嘩しに行ったってあの聞いてくんねえんだもんさえ大体ガチ切れして帰ってくるだけじゃん俺まあそうだね、うん、だよこれそれを聞くっていう ねここはギリセーフギリセーフあぶねえ押されなかったですね今ねだいぶすっげえ喧嘩すっかんな上と喧嘩するの大好きやねいやそうね来てくれる分にはねいいんですけどねだ吉田さんも上に行ってるわけですから行ってる行ってるそれはいいわけですよいや違うでもゲームの開発現場って仕様って必ずなんかこれが絶対正しいわないと思ってるんでもちろん100人いるうちの3人しか好きじゃない仕様っていうのもあるかもしれない、うん、残り97人はこっちだけど100ゼロって多分ねほぼないんだよ、うん、だからどっちにもメリットデメリットあるし好き嫌いって絶対あるで当然お互い人間だからまあ俺は A が好きだけどそっちは B が好きってなった時にじゃあ14のプレイヤー今の現状の14のプレイヤーの方や今のコンテンツ状態からどっちがいいんだろうっていうことに関しては議論をしてせっかく実装したり責任持ってやるんだから納得する方でやってほしいと思う、うん、ただ少なくとも A だって言ってるものに対してはリスクがこんだけあって埋めなきゃいけないものもたくさんあると思ってるんだけどそれを超えてでも君は A で行くんだねっていう話をしたいんだけどじゃあ B にしますみたいな
お前何聞いてたんだよ今みたいなのとかね。で悩 それで分かりましたって言って帰った後プログラマーからあの B で実装したんだけど、なんか使用質問本人に聞いたら吉田さんがそうしろって言ったんでって拉致が開かないから吉田さんに聞きに来ましたって言われて、いやみたいな。どうすりゃいいんだろうね、分かんない困ったね。あの雰囲気じゃら外せ言い方って書かれた言い方なぁ。